谷重、紅葉真鍋の順位縛りは個人的に疑問。過去に順位縛りを設けたがために失敗した選手も結構いると思うんですよ。大学で怪我をするかもしれないし、全く成長できずプロから一切声がかからなくなるかもしれない。何にでも指名してくれる球団があるというのであれば、そのタイミングで行った方がいいのではないかというのが僕の考えです。両川が巨人育成蹴って進学、阪神支配下やな。この年まで現役できとるし、まあ成功やろ。支配下縛りならわかる。ソフトバンクと巨人の育成選手になんかなりたくないやろ。ここから成長できないなら、プロ入っても数年でクビやろ。なら高卒で放り出されるより、大学行った方が良い。進学先が早稲田や慶応ならわかるけど、大商大やからなぁ、プロでいいじゃん。まあ真鍋は素材型だったし、大学行った方が良さそうではあった。結果オーライとなればええな。4年後にチュニドラが取るから、問題なしや。高卒界の野手で活躍してるの、少ないから順位縛る気持ちもわかる。ドラ1で多少チャンスが多くなっても、実力がなければ、結局活躍できないわけで。谷繁の言ってることは正しいんじゃね。